様こんにちは。わーかわいい。今日は何ですか。今日はですね、はい、子たちもそうなんだけど、はい、あれをしたんですよ、トレーニングを。あ、しつけね。そう、トレーニングをしました。1ヶ月間。まあこれがかわいい。で、みおちゃんは3ヶ月から4ヶ月になりました。はい、みおちゃん大きくなった。大きくなったんだよ、本当にね。こたさんより大きくなるの早いよ。そうそう、衝撃の事実がね、昨日ちょっと調べて分かったんだよね。こたさんが半年で約2キロだったんだよね。うんうんうん。で、みおちゃんが今、4ヶ月で2キロ弱 1.98 で、本題なんですけども、はい、みおちゃんとこたさんもちょっとしつけをやりました。はい。で、みおちゃんは、まあ、本当に基本的なことあら、またジャンプ力上がったよね。テンション上がっちゃった。本当にみおちゃん何もできなかった状態なんですよ。アイコンタクトからもう何もできない状態。うんうんうん。で、みおちゃんは基本的なしつけをやってみました。はい。アイコンタクト、おいでとか、お座り伏せ、歯磨きとかもやってるんですけども、あとトイレじゃない。あ、トイレね。まあトイレ大体だいぶ良くなってきたけど、たまたま今で、ね、たまたま今確かに映ってますねというわけで、じゃあ1ヶ月間でどこまで成長したか、はい、そんなことを言っていたら、お、出しますね、出しますね。ワン、ツー。あ、やばいやばい、かばいかばい。あ、来た、うんこです。うんこです。やったー、おやつタイムだ。というわけでですね、最終的にどうなったかをちょっと見ていただこうかなと思います。ちなみに私は素人です。いろいろ調べたり聞いたりしながらやりました。ド素人です。はい、ドがつく素人です。そうです、そう、ド素人です。そんなに言うことは、それ母の日のプレゼントです。母の日のプレゼント、子たちのじゃないよ。やめて、やめてくれ。付けをしましょうね。はいはい、よいしょ。お、ソーリー、ソーリー、降参だ。よいしょ。はい、遅い。遅いわ。そう、利口さんだ。みよ。みよ。そう、利口さんでーす。俺たちも利口さんだね。みよ。そう、利口さんでーす。よくできたね。よし、じゃあこんなもんですな。はい、お疲れ様でした。ね、子たちもね、頑張ったね。よし、じゃあトレーニングしよっかね。頑張りましょうね。じゃあ、こたプレート、それ伏せだね。こたみこたんプレート、そう、利口さんだ。はい、プレート、そう、利口さんだ。歌って。いつでもスタイル。よし、子たちやるぞ。クレート。そう、利口さんだ。これにすごい。子たち天才。すごいすごいすごい。そう、利口さんだ。あー、すごい。タロちゃんもすごい。はい、みよたん、トレーニングの時間です。お座りできてるね。ないね、トレーニングできるのも。みよ、みよ、これなんだ。はい、待って待って、みよー、遅い、みよ、みよ、そう、お利口さん、目合ったね、目合えたね、目合えた、お利口さんだ、目合えた、目合えた、みよー、そう、お利口さんです。
よく撮れてる、よくできてる。そうだよ、そうそう、頑張ってるね、すっごい頑張ってるね。そう、そしてホルンの底掘っちゃダメなんだよ。底掘ったら 大変だからね。うん、そこ危ないからね、いろいろね。みよ、そう、リコさんだ。そう、リコさん、そう、リコさん。はい、みよたよ、リコさん。はい、みよ、そこ噛んじゃダメだよ。そこ噛んじゃダメだよ。はい、危ないからね、いろいろね。みよ、そう、リコさんです。てことちゃん、行くよ。はい、お座りよ。そう、リコさん、クレート。クレート。おーハウスの練習ですね。みよ、ハウス。ハウス。掘られる、掘られる、掘られる。掘られますよ。はい、にょちゃん、こんにちは。じゃあ、呼び戻しとか、基本的なことやろうか。名前呼んで来るかどうか。さあ、実際にできるかどうかやってみましょう。いくよ。はい、みよ、おいで。はい、そうだね。どういった、ちょっと騒げる、なんか楽しそうな。楽しそう、楽しそう。みよ、すまん。次、アイコンタクト。じゃあ、指からすぐだよ。みよ、みよ、そっか。こうやって目も合うようになりました。みよ、おいで。いらっしゃい。何か、まあ、この呼び戻しは何かあった時すごい大事だと思うので、こうトラブル多いって聞くからね、あの暴走しちゃってね、特に子犬の場合は。でお座りとしても、まあ、こう興奮した時とかに一回お座りとお伏せすると、まあ、落ち着きやすくなるっていうことだったので。ちょっと待って、今。はい、ちょうだい。ちょうだいは3位か。一応ちょうだいってやると出してくれるようになりました。ただまだまだいたずら多いですね。てみよう、お座り3位か。風船。さあ、リコさん。風船。さあ、リコさん。こんな感じですね。みよ。ハウス。うん。うん？ハウスは？ハウス。うん、よくできたぞ。うん、えらいな。お座りは？お座り。さあ、行こう。待て。待てだよ。待て。よし。さあ、リコさんでーす。えらいね。待てるね。食べたね。かわいいね。みよ。クレート。そうそう。待て。一回閉じるよ。閉じる。もういいか。うん。こうやってクレートにも入ります。モダさんと一緒に入ってみようか。モダさんもクレート覚えました。覚えました。ミオちゃんが来てから覚えました。そうだね。ボタン。クレート。さあ、リコさん。あー、リコさんだ。はい、じゃあ閉めるよ。うん、リコ。よいしょ。この中でお昼ご飯を食べたり、おやつを定期的にあげたりして、まあ、結構長くいられるようになってきてるね。
みゆちゃんはすっかりクレープの中で常駐する感じになってるけど、じゃあクレート上級者だよね。いきます。はい、お利口さんでした。あとなんだろう、大事なこと、まあ、ブラッシングとか甘噛みもなくなったし、ブラッシングも全然させてくれるし、うん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 、手も触らせてくれるしね、うん、手足手足ね、手足足めちゃくちゃ早かったね、みよちゃんね。本当にもうハウスなんてその日にできたしさ、月齢が違うとこんなに違うんだっていうぐらい早いよね、うん、びっくりしたね。かといって別に年取ったからできないわけじゃないしね、うん、そうそう、コタさんも普通に覚えるし ね、まあ基本的な大事なことは覚えてもらったので、うんうん、一安心といったところですかね。なるほど。まだ4ヶ月、まだ4ヶ月だからね、ちょっとずつやっていきましょうね。はーい、お腹すいた、お腹すいたかな。おご飯食べる。はい、ご飯食べる。はい、みゆちゃん真似する。真似しなかった。乗ってる？ご飯食べる。うらー。じゃあ作っ